当州祭写楽による浮世絵、市川海老蔵の似顔絵似顔絵とは、人物の要望や特徴を捉えて、あるいはデフォルメして描いた、人物が。語源は、浮世絵の役者へのうち、役者の個性を捉えて描いたものの故障。それ以降、浮世絵に限らず、人物の顔を克明に写実するか、あるいはデフォルメして描いたもののうち、ファインアートを除く漫画や、イラストレーションなどを、 すべて、似顔絵と呼ぶようになった。山和絵においては、後人の記録のための二絵や、禅宗における珍装と呼ばれる、肖像画の分野があった。浮世絵初期の役者絵は、役者個人の特徴を捉えたものではなかった。浮世絵中期にあたる明和年間、一筆斎文長や勝川春章が、役者個人個人の特徴を捉えた浮世絵を描き始め、これが、似顔絵と呼ばれるようになる。 役者似顔絵を得意とした絵師には、勝川晴美、勝川春英、鳥居清永、当周祭写楽、歌川報告などがいる。警察による身元不明者や犯罪被害者の情報提供を呼びかける場合や、犯人を指名手配する際の写真が得られない場合、または指名手配犯が、整形手術で顔形を変える、可能性がある場合、似顔絵、または、 整形後の創造画を用いることが多い。これらを担当する捜査官は似顔絵捜査官と呼ばれる。また、似顔絵は顔の特徴を強調するため、写真やビデオ画像よりも犯人の記憶を思い起こしやすく、帰って逮捕につながりやすいという。パリテルトル広場で制作中の似顔絵師、テルトル広場の画家たち、東京上野の似顔絵画家町角に立ち、似顔絵の見本を並べ、 観光客の似顔絵を描いて収入を得る似顔絵描きと呼ばれる職業がある。無名画家たちが収入源を得る手段の一つとしている他、専業も多く存在する。フランスのパリモンマルトルにあるテルトル広場は似顔絵描きが数多くいることで知られ観光スポットになっている。日本では東京の上野公園の入り口階段付近やイベント会場などで 似顔絵描きが行われている。1914年、静岡駅等で似顔絵を描いた漫画家、ハットリを講師とする専門家もいる。似顔絵は漫画における技法でもある。デフォルメを行う場合、風刺やパロギの要素を帯びる。政治や世情に関する風刺や批判を目的とする漫画やスポーツ、芸能の情報関連の漫画では、有名人の似顔絵がほとんど必須である。 日本では山藤正治が似顔漫画分野の第一人者で朝日新聞の記事カット用の似顔絵を長年担当したほか、1981年から週刊朝日市場で投稿コーナー山藤正治の似顔絵塾の連載を持ち、熟成から多くのプロ似顔絵書きを輩出した。テレビ番組、特にバラエティ番組においては放送中の番組に出演していないタレントを ワイプ合成などで紹介する際に、そのタレントの写真を使用すると肖像権が絡むため、芸能事務所など、関係各所の許可が得られずに写真を使用できない場合や、許可は得られても肖像権量が高い場合などで、似顔絵で代用することがある。この他、タレントが結婚を公表した際に、配偶者が芸能関係などではない一般人である場合は、プライバシー保護の観点から、 記者会見などで配偶者を写真ではなく芸能人に例えるとさんと言いながら自作の似顔絵で紹介することがある。当然に似顔絵は上手、下手があるものの、それも含めての話題作りとなっている。ありがとうございます。